も悪くなる。これじゃどうしようもないですよね。ドラッカーの経営は全く違います。景気が悪くなっても自社は良くなりますよ。これがピーター・ドラッカーの経営です。非顧客、今市場にないお客さんを顧客化すること、これドラッカー、これでブレイクスルーを生み出すんですね。ぜひこの顧客創造の経営の真髄を皆さんに知っていただきたいんです。変化をマネジメントするには自らが変化の先頭に立つチェンジリーダーとなりなさい。経営において一番大切なのはお金でも物でも設備でもなく人だと。人に他ならない。マネジメントにとって一番大切なものは人なんです。人をいかに経営者として生かし抜けるか、それこそがドラッカー経営、経営の原理原則、本質中の本質なんです。人の強み、従業員さんの強み、自社の強みを徹底的に見ていきます。ドラッカーこういうんですね。人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである。弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしい。ドラッカーの経営は事業の強み、事業の弱みがあったり強みにフォーカスして徹底的に卓越したナンバーワンを目指していきます。この経営の原理原則のですね、ドラッカーの経営は一見難解だと言われます。そので私はですね、ドラッカーを実践できる7つの原則として人を生かす経営7つの原則といったものに集約しました。これによって多くの業界でですね、最高業績を実現しナンバーワン企業を実現した多くの実績があります。ぜひこの人を生かす経営7つの原則、私の書籍をお読みになられても結構ですし、この研修コンサルティングを通じて組織に導入されてみてください。組織がドラッカーを実践できるように変わります。中小企業から大企業さんまで全ての企業さんが実践できる。この法則は人を生かす経営7つの原則なんです。